津川力は元プロ野球選手で、現在は日本野球機構所属のプロ野球審判員。審判員袖番号は22。1986年、父親の勧めで高知県の明徳義塾中学校に入学。1989年、明徳義塾高校に進学。1991年、 高校3年の夏に第73回全国高等学校野球選手権大会に出場。1回戦の市岐阜商戦で日本塁打を放ち、注目され、同年のドラフトでヤクルトスワローズから4位指名を受ける。1992年、ヤクルトスワローズに入団。イースタンリーグでは96年に首位打者を獲得するなどの好成績を残したが、一軍での出場機会は、 ほとんど得られず1999年に戦力外通告を受ける。その後オリックスブルーウェーブ、西武ライオンズ、横浜ベイスターズの3球団の入団テストを受けるが、いずれも不合格に終わり、現役を引退した。2001年、パシフィックリーグ審判部入局。審判員袖番号は22。2005年のオールスターゲームで9円初出場を、果たし、第一戦で、 急進第二戦でも審判を務めている。2008年には8年目にして、日本シリーズ初出場を果たした。経験年数10年未満での日本シリーズ出場は、快挙と言える。2010年にも、日本シリーズに出場し、第二戦で急進を務めた。2012年5月16日、東京ヤクルトスワローズ対福岡ソフトバンクホークス、1000の急進を務め、 通算戦試合出場を達成した。2016年セリーグクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦ではストライクゾーンの違いについて解説のノグジスヒロに言及された。2017年の WBC では一時ラウンド A 組のイスラエル対台湾戦で求審を務めた。2018年8月9日の広島対中日の試合においてボールカウントを間違えたことにより 本来ならば支給であるところを宣告せず打席が継続する不手際があったため、後日 NPB より厳重注意を受けた。2020年現在は NPB 特別メンタルコーチを兼任し、選手が不可解な判定を受けても平常心を保つ精神力の向上を目的とした活動を行っている。スポーツコミュニケーションズコラム2010年2月8日、 通過は力第2回人生を変えた2ホーマー。津川審判員が先試合出場 3K スポーツ2012年5月16日。セシーエス第4戦の勝敗を分けた。初回6点元保守は今永に同情。球審がひどかったフルカウント2016年10月16日。ありがとうございます。